は横浜国立大学藤本研究室のペガサス。スタート10秒前です。5、4、3、2、1、スタート。順調にスタートしていきます。このロボット椅子型でなんかそのまま人が座れそうな感じもありますけれどもね、あれ乗って移動すると楽そうですよね。こっちがエキスポセンターを出て中央公園周辺を走っていきまして、およそ 1.4 キロの長旅に出てまいります。途中にはねエレベーターがあったりとか、最後にはスロープがあったりとか、いろいろ難関もございますけれども、無事ゴールされることを願ってます。近寄っちゃダメ、近寄っちゃダメ、近寄っちゃダメ。どこまで行くの？こっから止めてやる。さあ2番目のロボットもスタンバイしてまいりました。10走順2番は早稲田大学パロー。エキスポセンターはこちらです。ロボット名エキスポセンターはこちらです。さあこの後順調に参りますとね、次々にスタートしていきますので、スタート30秒前でございます。スタート10秒前。5、4、3、2、1、スタート。スムーズにスタートしていきました。なかなかのスピードですね。ジローという名前ですけれども、ね、かなりあの人間っぽい名前というか、そんな感じですが、しかもあの2番目にスタートでジローという名前ですね。早稲田大学ロー GP のジロー、順調にスタートしていきました。これから公園を抜けて、それから筑波駅方面を目指してまいります。さあそしてスタートライン3番目の走行は、自立走行ロボ開発チーム中国農海大アマテラスセカンド。30秒前です。なんかピンク色の可愛らしい結構コンパクトなのが出てきました。スタート10秒前です。5、4、3、2、1、スタート。さあアマテラスセカンドも順調にスタートしていきました。
ピンク色のボディがかなり可愛いアマテラスセカンドですけども、本当に大きさもコンパクトでね、小さくて、先の2台に比べますとかなりコンパクトな感じです。農会大アマテラスセカンド、リタイアとなってしまいました。この後ね再チャレンジもございますので、ぜひそちらの方で頑張っていただきたいと思います。続いては東洋大学メディカルロボティクス研究室みどりさん。みどりさんスタートしました。ゆっくりとしたスタートでございます。これも椅子型のロボットですけれども、さあゆっくりゆっくりと、このみどりさんかなり慎重派のようですね。できております。緑色のコーンにかかってしまったか。続いては芝浦工業大学機械制御工学研究室山吹2でございます。なんかこの山吹2は先頭にかなり可愛らしいもの乗ってますけれども、これスライムですね。さあスタートしました。スライムが先導する山吹2、順調にスタートしております。あー、ダメダメダメ。ちょっと右に左に行ってるようですけれども、さあ無事エキスポセンターはこちらです。エキスポセンターはこちらです。
スタートライン、先日スタンバイしていますのは深浦工業大学地球防火防止インタラクション研究室 EAR11O2 でございます。ママママ、スタートしていきました。 EAR11O2芝浦工業大学ヒューマンロボットインタラクション研究室のロボットです。いい感じでいいスピードでスタートしております。どうしてお祭りに行かないの？これは順調に行くと。さあ続いてスタートラインは宇都宮プロジェクトアロマックス3回でございます。宇都宮プロジェクトアロマックス3回、順調なスタートです。こちらも。さあこれからおよそ 1.4 キロの長旅でございます。いってらっしゃい。続いてのスタートラインですが、宇都宮大学尾崎研究室チーム A のモーブがスタンバイしております。ちょっと車っぽい感じの赤いボディがとてもかっこいい。早い。確かに。このチーム昨年は完走しておりました。今年はいかがでしょう。どうでしょうか。モーブ順調にスタートしてます。早いですね。大学尾崎研究室チーム B アリムです。こちらも赤いボディがすごくかっこいい。本当に車みたいな感じですね。スタートしました。お、こちらも速い。ロボット通ります。順調にスタートしております。さあ、順調に、ね、スタートしておりますので、他のチームも、ね、スタンバイの方よろしくお願いしますね。続いてスタートラインは大阪工業大学情報科学部平方産学連携チーム、ロボット名プロキオンでございます。こちらは黄色と白のボディ。スタートいたしました。各チーム、ね、個性あふれるロボットたちがスタートしております。やっぱりこの自分で動いていくっていうのはすごいですね。大丈夫。
自分で一生懸命考えながら進んでおります。ロピオン、さあラインを越えることはできるのか。続いてスタートライン、三重大学 COEB プロジェクト 3S のミエックデラックス。水色のボディが可愛いんですけれども、まあサイズもかなりコンパクトで可愛らしい。順調にスタートしていきましたミエックデラックス。大きさも形も様々な自立ロボットたちがどんどんスタートしていきます。エキスポセンターはこちらです。エキスポセンターはこちらです。2012スタンバイしております。アクティブ2012スタートしました。先ほどのね、ミエックデラックスはかなりコンパクトで小さかったんですが、今度のこのアクティブ2012は、こちらは大きい存在感のある自立ロボットです。スタートラインのスタンバイは法政大学自立ロボット実験室 D のオレンジ2012です。名前の通りオレンジ色のボディですね。スタートしました、オレンジ2012。ゆったりとスタートしていきます。
そしてスタートラインは芝浦工業大学マイクロメカトロニクス研究室 MML03 がスタンバイしております。箱型緑色、そして、黄色と黒のこの縞模様というか虎模様というか非常に目を引きますね。これはスタートしました MML03、芝浦工業大学マイクロメカトロニクス研究室のロボットです。最初に出走していきました横浜国立大学藤本研究室のペガサスですけれども、520m 地点を順調に通過していったようです。このまま完走を目指して頑張っていただきたいですね。横浜国立大学藤本研究室のペガサス 520m 地点を順調に通過しております。スタートラインは防衛大学校滝田研究室のスマートダンプ6。なんかくるくる回ってます。くる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 回ってます。早い。防衛大学校滝田研究室のスマートダンプ6、かなりのスピードで、スタートしていきました。早くもラインを超えましたね。さ、続いてのスタートラインですけれども芝浦工業大学ロボティクス研究室 ARL03B でございます。ちょっとね、あの前のチームがかなり早く超えていきましたんで、スタンバイ大丈夫でしょうか。前のチームが順調にラインを越えていった場合、スタート時間が、ね、かなり早まったりもしますので、皆さん注意してくださいね。しっかり前のチームの様子も見ててくださいね。さ、スタートまで残り10秒となりました。スタートできますでしょうか。5、4、3、2、1。すいません、もう無理です。で、ゼロ。芝浦工業大学ロボティクス研究室 ARL03B、残念ながらスタートすることできませんでした。再トライありますので、そちらで頑張ってくださいね。それでは次の大学、新大学慶応工学研究室のルースリーでもスタート大丈夫です。スタートいたしました。かなりコンパクト、黒いピースリーでシャープな感じもしますが、でも何かもその雰囲気で進む可愛らしい部分を残しつつ、スタートしていきました。ロボット来るんで、ちょっと気をつけてください。ヌーピー、スヌーピー、今気づいた。ロボット来ます。ちょっと危ないかもしれません。このコース暴走した場合にちょっと危険なので、大丈夫だと思いますが。よくない邪魔したら負けに決まってるだろう。基本的には。
ちょっと待って、これ汚されてくる感じ。続いてスタートラインは千葉工業大学林原研究室アルファ RBC10 スタンバイしております。黄色のボディですね。こちらは先ほどスタッフからね、綿あめ製造機みたいだっていうそういうつぶやきも聞かれましたけれども、さあ順調にスタートすることができるか。 RBC10 千葉工業大学林原研究室アルファのロボットです。さあスタートまで間もなく10秒前となります。エキスポセンターはこちらです。エキスポセンターはこちらです。ギリギリでスタートしていきました。林原研究室データのオートンがスタンバイしています。さあスタートしました。千葉工業大学林原研究室データのオートン、箱型のロボットスタートしてきました。さあ続いてスタートラインは千葉工業大学林原研究室ガンマのレガ。お、歩いてる。すごいそれ。これまでは車輪でねみんな動いていったんですけれども、歩いてますねこれ。すごいね。これすごいねこれね。いたみたいだね。なんか我々が想像するロボットっていうのの形を本当にしてるって感じですけど、カメラの方向に向かっててますね。映りたい。
残念ながらね、コースアウトしてしまいました。リトライありますんで頑張ってください。次はさあ続いてスタートラインです。筑波大学知能ロボット研究室国外組の一つぼ、さあ現在ですね、防衛大学校作田研究室のスマートダンプ6、520メートル地点を通過しています。ではスタートしてください。筑波大学知能ロボット研究室屋外組の一つぼ、順調にスタートしていきました。さあライン越えていきました。スタートラインは筑波大学知能ロボット研究室。